サッカー日本代表の次期監督就任が決定的な U21 日本代表監督の森保一氏が25日、J2 の町田京都戦を視察した後、今回、報道されているようなことがあれば、自分の中でいろいろなことを考え、整理してきたつもりですので、話があるようなら即決したいと思います、と説明した。これまでは明言を避けてきた去就について、記事全文を読む。